合しようか、リホです。皆さん液体から気体を取り出したい時ってありますよね。私が使うのは中空脂膜モジュールのセパレル。なんと水だけじゃなくインクにも使えるんです。綺麗な印刷は脱機がないと始まりませんからね。もちろん半導体を洗いたい時にもこの子の脱機で超純水が作れます。最近だとエクモの人工肺にも使われてますし、液体処理には欠かせない名脇役よ。さあ毎日脱機脱機、あー科学愛が止まらない。 DICU 岡里帆でした。